こんにちは、ベビチューブのさやです。わかなです。うちの子が外出先で多かったのはチャイルドシートでのうんち漏れ。あるあるある。車での移動が多くてよくチャイルドシートに乗せてたんだけど、チャイルドシートでうんちをした時は必ずと言っていいほどうんち漏れをしてたんだよね。そうなんだね。対策は何かしてたの？対策としては、うちの子が外出中に多かったのは抱っこ紐でのうんち漏れ。抱っこ紐をしてたらうんちの匂いや音にすぐに気づくことができなくって、気づいた時には横漏れをしてたんだよね。抱っこ紐を外して抱っこしようかって時にふわっと香って気づくみたいなね。そうそうそう。私がしてた対策は、特に外出先でのうんち漏れは着替えや処理などが本当に大変だから、こういった対策で被害が最小限に抑えられるといいよね。外出もより楽しめるかもね。